こんにちは、プロトコル研究所の森田です。こんにちは、みそです。本日もお願いします。お願いします。いや、みさ、はい、もう今年があともう2週間ほどなんですよ。早いですね。恐ろしいスピードで、いや、本当そうです、ね、今年1年が過ぎましたけどね。やっぱね、12月バタバタするなっていうのはありますね。まあ、確かにね。ってことでね、もう来週がクリスマス来ちゃうんですよ。そうなんです。もう全然僕ら実感ないけど。ないでしょうね。要はもうクリスマスですよ。うん、ということはクリスマスプレゼント考えていらっしゃる方たくさんいてると思うんです。そこで今回、うちのお店で、はい、プレゼントするにはこの辺がいいんじゃないかなっていうのを僕らで考えたものを、はい、ちょっと値段別で紹介しようかなと思いまして、うん、なるほど。ちょっと企画させてもらったんですけど、はい、いいんじゃないですか、うん、まずは3000円台で済むもののアイテム3つ、はい、それから3000円から5000円台で済むものの3つ、はい、それから5000円から、まあ、1万円以上の商品として3つの、うん、まあ、9アイテム、うん、ちょっと今回はざっと紹介していこうかなと思うんですけど、まあ、今悩んでらっしゃる方ちょっと参考にしてもらえたら非常にありがたいかなというところで、はい、うん、早速やってみようかなと思ってます、はい、うん、じゃあ行きましょうか。はい、それでは、早速やっていきたいと思うんですが、はい、まずは、3000円台までのコーナー、うん、まあ一番手頃なアイテムということで紹介したいんですが、です、ね、はい、まあ、まずは何といってもトップバッターはこれかなと思います。チャムスのエルモネックウォーマーオールブラックバージョン。はい、うん、このオールブラックに関しては、前も言った通りうちの別注商品になります。そうですね。なので他行ってもらっても売ってません。売ってないです、うん、この刺繍もすべて黒で統一したという、はい、かなり渋い感じなんですけど、まあでも男女問わずこれは使えると思いますんで、はい、まずもらって嫌な顔する人はいないんじゃないかと。そうですね、うん、思います、はい、うん、ということで一発目はこちらプロトコル別注バージョンのオールブラックのエルモ、はい、ネックウォーマーです。はい、お次は3000台、2つ目、はい、まあこれもどうしてもっていう感じ、うん、タイヨン。ああ、いいじゃないですか。タイヨンのダンマフラー、これもね定番中の定番というか、ね、もうどんだけ売れるんやろっていう、うん、無限に売れてるアイテムです。無限に売れてますね。だってまあダウン、うん、しっかりダウン入って3000円なんやもん。でも ね税込みで3300円。いや、ほんまないですよ。いや、ありえへんと思います、うん、非常にだから自分でも買ってつきやすいし、うん、プレゼントしやすいお値段じゃないかなと思いまして、うん、2つ目はこちらのマフラー、ダウンマフラーですね、うん、はいはい、はい、3000台最後3つ目はこちらですね、うん、180s というブランドのイヤーマフ、うんうん、こちらね、このダウンバージョンとこのプリンスバージョンの2つあるんですけど、はい、こちらもお値段同じ3520円となってまして、うん、何がいいかというか言うとこ見て分かるようにマカロンのようになってますが、うん、こういうふうにコンパクトで携帯可能なので、はい、このままカバンに入れておいて寒い場面に出た時にここで調節効きますから、はい、これを後ろに回してもらって後ろからつけると、うん、なるほどね。僕も自転車なんですけど駅まで、うん、耳取れるね、うん、寒いですよ。めちゃくちゃ寒い、うん、な時に会って駅着いて電車乗った時に暑いなって時に外して、うん、このままパッと取ったらこういう形になりますから、このままポイント入れればね、ポケットにも入ります。入ります、入ります、全然入ります。よかったらレディースサイズもありますんで、はい、うん、ぜひぜひこちらのワインディーズのイヤマフです。はい、続きまして、はい、真ん中のランクというか、うん、3000円から5000円台でおすすめしたい3アイテム、うん、一発目はこちらです。スブ、はい、パーマネントシリーズの冬サンダル、はいはい、冬のサンダル、まあ持ってる僕が言います、これ、ま、マジで気持ちいいしあったから。こちらね、なんとかちょっとまた少数なんですけど入ってきまして、うん、メンズのサイズもありますしレディースのサイズも今のところあります。マジでいいです。うん、本当に。でね、こういう袋ついてるしね、プレゼントしやすいんですよね。そうですね。
や、これは喜んでくれると思います、うん、いや、実用品としては喜ばれるんじゃないですかね、はい、あのね、まず一発目は裸足で入れてください。あ、ですよね。どんだけ気持ちいいか。わかります。まずはこちら、クスボのサンダルです。はいはい、2つ目に紹介したいのはこちらです。はい、何ですかそれ。こちら湯たんぽなんですね。あ、湯たんぽね。チャムスの湯たんぽとなっております。はい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 、こういう感じで。それ5,000円ですか。これがね、うん、4,950円なんで5,000円のお釣りです。はいはいはい。ちゃんとここにストッパーついてて、開けてもらってお湯を入れて。かわいいですよね、専用の袋。ねえ、いやでもあの湯たんぽ本当に今ニュースでやったんですけど、うん、あのキャンプに持っていく人めちゃめちゃ多いみたいな。ああ、なるほどね。っていうので湯たんぽ工場の、あの工場長の人がもう今年はすごいです。追いつかへんぐらいと。追いつかへんぐらい。ああ、やっぱガンガン売れてるんですね。うん、プラスチャムスという名前がついてますから。うん、いいんじゃないですかね。キャンプ好きの方にプレゼントするにはもう多分かなり喜ばれるんじゃないかなと思ってます。うん、こちらチャムスの湯たんぽです。はい、5000円台。ラストはこちら、はい、ハイドロフラスクの18オンスのステンレスボトルです。一番メジャーなとこですね。そうですね、うん、18オンスはよく売ってるペットボトル、うん、あれがスポリ中入るぐらいの形で構造になってますので、温かい冷たいをしっかりとキープしてくれる、うん、ガンガン使っていけるっていう、うんうん、タフな水筒でもあります。はい、こういうのもやっぱりね、案外買わないというか自分ではね、うん、もらったら嬉しいかなっていうような一つとして、うん、ちょっとアウトドア普段仕事に持っていくのも、はい、カバンに入れるぐらいはちょうどいいサイズだと思いますので、はい、こちらおすすめですね。はい、ハイドロフラスクのステンレスボトルでした。はい、はい、続きましては、はい、5000円から1万円の、うん、1万円台の商品を紹介していきたいんですけど、うん、はい、まずはこちらペンドルトンのウールグローブ、うんうん、これね、いいですよね。手袋なんですけどね、はい、ぶっちゃけ7,000円するんですよ。おお、結構いい値段します、ね、税込みでだから7,700円、うん、なかなかほら自分で買うにはってとこじゃないですか、うん、でこれ多分プレゼントされたら嬉しいと思うね、うん、ですよね、うん、なかなか手入れないですもん。そう、手袋7000円、ペンドルトンだってこれいいやん、いくら、うん、あ、7000円です言われると、うん、やっぱりちょっと二の足踏んじゃうかなっていう感じはしますよね。ただでもやっぱかっこいいんだな。いや、かっこいいですよ。ウールとレザーかな、うん、レザー使ってるし、結構シンプルな感じね。え、いや、おしゃれと思うよ、うん、でここスマホ、はい、タッチ OK なんで、はい、まあ結構今当たり前になってますけどね。ですね、もちろんこれもちろんついてます、うん、こちらペンドルトンのウールグローブどうでしょうか。ん、はい、続きましては、はい、こちらです。おー、ブランケットですか。これナンガのブランケット、はい、いいじゃないですか。いいでしょう、これかっこいいよ。ロゴめっちゃでかいな。ドカンと、わかるかな、ね、結構縦もあるんですよ。はい、はい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 、いいじゃないですか、うん、でこれもやっぱり1万円するんですね。税込みで1万1000円なんですよ。これをまあちょっとねプレゼントするのはおしゃれちゃうかな、ね、でやっぱりキャンプに持ってってほしい。あ、これね、ここボタンついてるんで、うん、まあブランケット、うん、よくあるんですけど、あるっちゃあるんですけど、はいはいはい、ポンチョになるんですね。ポンチョになるんですね。これほら、もう服よ。いいね、めっちゃあったかいと思う。あー、後ろいいですね。インパクトあると思うんです、背中、うん、ね、なんかとこういう感じでキャンプとか家とかでも、はい、どうでしょうか。ナンガのブランケットでした、うん、はい、1万円台ラストはこちらです、うん、オレゴニアンキャンパーのヘキサポット、かっこいいよこれ。ちょ、
キラキラしてる。これがですね、書いてあるんですけど、このポットはハンドドリップ専用となってまして、ここにね、温度計がついてるんですよ、持ち手の上に。ここにで、蓋のあのぽっちりあるじゃないですか、はい、それが外れるんですよ。外れます。はい、で温度計も外れるんですよ。外れます。おっと、で、刺して、ここに刺して測ると、こっち入れると、そこですよね。そうそうそう、いいですね。適温、はい、見計らって入れていただくと、うん、かっこいいよね、このシルバーというか、ステンレスのね、あとこのいい味出てるんですよ、このグリップの木目、ね、この対比がかっこいいよね。これ6380円なんですけど、これプレゼントって相当おしゃれですよ。やっぱ映えるのはキャンプかな、うん、冬キャンプとかで持ってってもらったら、うんうん、結構みんな注目するんじゃないかなと思います。まあこれがラスト、オレゴニアンキャンパーのヘキサポットという商品でした。はい、おすすめのプレゼント紹介でした、はい、値段ごとにこうやって紹介してくれるのっていいですよね、うん、なかなかね、特定の人以外はある程度その大きすぎても、大きすぎてもね、向こうが気遣うし、はい、低かったら恥ずかしいし、そう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 、そういうところなんで、一応まあ3000円、5000円、1万円と、はい、うん、分けさせてもらいましたけど、うん、まあそうですね、参考にこれがなれば非常に僕らも嬉しいですし、はい、あのこれ以外にもあの3000円台、5000円台、1万円台もちろんいっぱいありますんで、はい、うちの方に一回遊びに来てくれたらいくらでも相談乗りますんで、うん、概要欄にまた住所の方も貼っておきますので、はい、もしよかったらよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、では本日も弁天町にありますプロトコル大阪にお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。森田映画コーナー、90秒コーナー、今日もやばい T シャツ着てますね。いいでしょう。はい、八つ墓村、はい、今日は八つ墓村です。いや、まだそれは紹介したいですけど、うん、今回はもうクリスマスが来るということで、うん、クリスマスムービーを一本紹介したいかなと思います。お、はい、で、みんな思いつくのが、うん、ホームアローンとかじゃん。いや、ホームアローンですね。違います。僕が紹介したいのは、はい、ダイハードです。あれはクリスマスイブの話の映画なんで。あ、そうなんですか。そうです。へえ。1988年、9年かな。はいはいはい、はい、僕がまだ高校なったぐらいの時に初めて見たんですけど、うん、キアヌでしたっけ。違います。ブルース・ウィルスです。ブルース・ウィルスでしたっけ。キアヌ・リーブスはスピードじゃないですかね。あ、スピードか。はいはい、はい、もっと前ですよ。もうダイハード、名作ダイハードです。うん、これを今回はちょっとね、24じゃない、ダイハード言うてるやん、うん、いや、ブルース・ウィルスが一躍有名になったアクション映画になるんですけど、これやっぱ面白い、素晴らしいです。うん、うん、まあそれはちょっと中で話したいかなと思うんですけど、うんうん、ワンですかね。もちろんワンです。ダイハード一作目です。はい、よーい、スタート。はい、今回僕が紹介したいのはクリスマス映画としてダイハードがいいんじゃないかと思い紹介させてもらいます。うん、これは、ニューヨークの、刑事であるブルース・ウィルスが、うん、ロサンゼルスに奥さんが単身赴任でそこに遊びに来るんですけど、それがクリスマスイブ、そこに、中富ビルというね、すごい金持ちのビルがあるんですよ、うん、高層ビルが、うん、そこで奥さん働いてるんですけど、うん、そこに運悪くテロリストがやってきて、うん、ビルの中で巻き起こるそこからの怒涛のアクションが続くんですけど、うん、これが僕実は映画学校行く時に論文でこれ試験で書いたんですよ、この作品が良かった。映画学校行ってたんですか。京都の映画学校行ってたんです。あ、そうなんや。その時に書いた論文なんですけど、あのね、いけるかな時間、映画っていうのは脚本は心臓やと思うんですね。で、監督とか美術っていうのは骨組みなんですよ、うん、だから心臓が良くないと体が動かない、うん、この映画に関しては本当に心臓がいいので見てて本当に素晴らしい。うん、なんていうかな、もう今までのアクション映画、
そこから塗り替えたような、で今後その後たくさん似たようなアクション映画は非常に続きました。時間ないんで、クリスマス見るならダイハードおすすめです。いいクリスマス映画です。はい。